今日は美容院に行くので、また美容院ゲットレディウィズミーを撮っていこうと思います。もうね、2ヶ月ぐらいもうちょっと経っちゃうから、ちょっと髪の毛もやばくて、今回はみんなにインスタでね、質問っていうかおしゃべりを募集したので、それに答えながらメイクをしていきたいと思います。とりあえず下地はラロッシュポゼ、ちょっとファンデーションだけは綺麗に伸ばしたいから、ちょっと待ってね。質問、ベースメイクの塗り方この前載せたので、ぜひそちらを見てみてください。そこまでがね、結構時間かかっちゃうので、ここまではちょっとパパッとあんま喋らずやっちゃいました。結構ね、面白い、今まで話したことないような内容とかもあったから面白いよ。じゃあまず一つ目から、下心しかない男の人ばっかり寄ってきます、素敵な人と出会うためにはどうすればいいですか？素敵な人と出会うためには、まず自分がその素敵な人に似合うほど成長して、自分が素敵な人って自分のことを思えるようになることが大事だと思うから、こういうさ Q&A の時にね、全然パッと答えが出てこないんだよね。だからすごい避けてきた部分があるんだけど、自分のことを自信持てるほど素敵だなって思えた時に、それ相応の人と出会えるし、そういう人と釣り合えるんじゃないかなって思います。次、おすすめの枕ありますか？今使ってる枕はニトリで買った、なんかホテルシリーズのちょっと大きめの枕なんだけど、それね、全然そんなに良くなくて、変えたいなと思ってるんだけど、最初はふかふかで気持ちいいなと思ってたんだけど、なんか慣れてくるとダメだね答えになってない来年上京予定なのですが、どこかでばったりみゆさんと会ったらどうしようってワクワクしてます。もう全然声かけてください。もう本当にただの一般人だから、もちろんその辺にいるし、その辺で見かけたら声かけてもらえたら嬉しいです。今日このアワーグラスのパレット使おうと思ってたのにブロンザーしちゃった。このパレットすっごく良かった。もう全部捨て色なしで使えて、このねパウダーは全体的にファンデーションのせたら、これも今日使い忘れちゃった、使えるものでブロンザーとして使えて、チーク、ハイライトで全部捨て色がなくてすっごく使いやすかったです。この上2つ使うの忘れちゃったから、下2つは使っていこう。このチークの色もね、結構濃いめ紫っぽいのかなと思ってたんだけど、つけてみたらめちゃめちゃ可愛いピンクで、すごい可愛いの。子育てで心がけていること、この質問は確かね、 Q&A 前に子育て系のを出したと思うんだよね。その時のもちょっと見てほしいなと思うんだけど、なんだろうな、なんかすごく深く絶対にこれっていう信念みたいなのって特になくて、でも頻繁にずっとガミガミ言うのはすごく嫌なの。チクチク言うよりもバンって怒った方が本人的には多分やばいなって思うと思うの。あとはなんだろうな、一人のでも人間としてちゃんと尊重してあげて、ミヒのやりたいことをちゃんと理解してあげるというか、親がやらせたいから何かをやらせるとかじゃなくて、ミヒがやりたいことをやらせてあげたいなとは思っています。じゃあ次、大好きです、ありがとうございます。ミヨも大好きです。ミヒちゃんと何してる時が特に幸せを感じますか？もちろんミヒと何かをしてどっか行ってミヒが楽しそうにしててっていうのも幸せだけど、自分が幸せを感じるってなった時はミヒに時間を作ってあげれた時っていうのかな、なんかずっとかばってあげれないっていうストレスって多分母親なら絶対あると思うんだけど、ミヒに時間を使ってる時、わかるかな言いたいこと。ミヒとの時間を自分が大切にできてるなって思う時。体型維持はどうしていますか？お腹ぺったんこですごく憧れます、ありがとうございます。体型維持系は何件か来てたんだけど、生きてきた中で一番聞かれることだと思うんだけど、本当に答えられるのってまずは体質だなって思うの。前のビデオでも言ったんだけど、体質だからどれだけ食べてもそんなに太んないのね。でもそれでもやっぱりお腹だったり顔につきやすかったりするんだけど、お肉が、そういうのは気になった時はちゃんと運動もするし、小顔になりたかったら小顔矯正も行くしっていうのはやってます。気をつけてることっていうよりは習慣になってることは、ちゃんとねご飯食べるし、
コンビニのご飯とかって全然食べないのね。だから全然好きじゃないし、そういうもの食べないけどすごい気にしてるっていうわけじゃないのね。食べ物をある程度運動もするけど体質が大きいかなって思っています。次、みひちゃんは何の習い事をされてますか？みひはピアノやっててやめちゃった。フラダンス結構長くやってたんだけどやめちゃいました。この自粛期間でやめてしまって、今はドラムだけを習ってます。あとはタブレット教材で勉強してるぐらいで、お勉強系も通ってなんかに言ってることはないです。それぐらい他に特にやりたいことがないみたいで、自分がやりたいっていうものをやらせたいから、やりたいっていうものが見つかったらやればいいかなと思ってます。次、彼氏が将来のことを考えてくれない。人の気持ちを変えるのってすごく難しいから、結婚したいとか考えてるのに彼は全く考えてないんだとしたら、もうなんて言えばいいんだろう、タイミングってすごい大事だと思うんだけど、彼とのタイミングは合わないんじゃないかなって思ってしまう。いつも海外のブランドとかあまり知られてないようなものどうやって見つけるの？このインスタのアカウント、別に本当見る専用のアカウントを持っていて、気になるブランドとか全部フォローしてて、どうやって見つけてるんだろう。でも本当にいろんな人を見て、タグ付けしてるものを見て可愛いなって思ったブランドをフォローして、たくさんのブランドを知ってるし、 YouTube でも購入品のビデオ海外の見たりするし、基本的に誰かが着てるものを可愛いなと思ったのブランド飛んで見るっていうことが多いです。いつも見てます。みゆさん、みひちゃん本当に大好きです。ありがとうございます。大好き。ファッションで気をつけていること、お洋服買うとき、コーデを組むときを教えてください。洋服を買うときで気をつけていることは、やっぱりサイズ感が一番大事だと思っていて、サイズが合ってないものを着ているのはすごくね、かっこ悪く見えちゃう。なので絶対に試着をして買うようにしていたんだけど、最近はね、海外のものに手を出してしまうとやっぱり試着ができないじゃない。だから買ってみてそこのブランドのサイズ感を知ってみるとか、とにかくサイズ感でコーデを組むのはやっぱりね、客観的に見るっていうのはすごく大事だと思うの。メイクもそうだけど、この動画で見てるとやっぱり自分が鏡で見てるのと違ったりもするのね。自分のことを動画で撮ってみるのもいいだろうし、結構自分では可愛いなと思って着てるものでも、傍から見るとそうでもないものってあったりするから、人のね、意見を聞いてみるっていうのもいいかもしれない。今年20歳なんですけど、20歳のうちにしておいた方がいいことってありますか？20歳の間にしておいた方がいいこと、なんかさ、やっぱ17で出産しているともう全く普通の生活をできないわけね。なのでしておきたかったこといっぱいある。でもそれ以上にやっぱミヒの方が大事だったから、遊びたかったなって思う。普通にもうただそれだけ遊びたかった。たくさん遊んだ方がいいと思う。次、リアルテクニックスのファンデスポンジの魅力が知りたいです。これなんだろう、そう聞かれると難しいな。まずプチプラじゃん、安いからちゃんと定期的に交換してあげられやすい、コスパがいいし、ファンデーション綺麗に伸びる。将来の夢や目標はありますか？もちろん将来的にどうなりたいとか、そういうプランって若い頃はね、もうちょっと若い頃はすごくあったんだけど、それが崩れた時にすごく嫌な気分になるの。それを知ってからあんまり強い、なんていうの、将来の夢とかそういうのを立てなくなったかもしれない。ただやっぱり今やってることに対しての目標はある程度決めて、それに沿ってやらなきゃいけないことは日々大きいスパンで見るんじゃなくて、次次次にやんなきゃいけないこと、次にやんなきゃいけないことみたいな、点をつないでいくみたいなイメージな気がする。レアミネラルのファンで買いました。買ってよかったです。いつも参考にしてます。大好き大好き、ありがとう。恋愛相談やってほしいです。なんかそんな相談を受けるほど恋愛経験豊富じゃないし、知識というか、なんて言うんだろう、経験値がなさすぎて答えられない気がする。みえさんは韓ドラ見ますか？韓国のドラマ見たことなくて、
うん、見たことないです。いつも動画楽しみにしてます。みゆちゃんのライフスタイルとても憧れです。ずっと応援してます。ありがとうございます。みゆさんのポジティブなところが大好きです。ありがとうございます。シングル7歳一人娘で親近感をフォローさせてもらいました。 YouTube から来ました。ありがとうございます。結構シングルの方でフォローしてくださってる方とかもいてありがたい。お気に入りのドラマや映画はありますか？最近までずっと見てたのはカーダシアンが終わっちゃうってなったから、カーダシアンはね何年か見てないエピソードがあったから見てて、バチェロレッテだけは今現在進行形で、あと多分一つ二つで終わっちゃうと思うんだけど見てて、今はそれがお気に入り。このリップも新しく買ったもので、パトリック・タの She is Single っていう色なんだけど、このパトリック・タでお気に入りの She is Strong よりもちょっとブラウン、赤みブラウンな感じの色なんだけど、すごくね秋に可愛い色で気に入ってるんだけど、ただねこっちの種類の方がちょっと滑らかだしクリーミーだから取れやすいんだよね。リップも同じ She is Single のこれがめちゃめちゃ可愛いんだよね。なんか全く同じ色ではなくて、マッチするようなちょっとピーチトーンのオレンジ。最近このリップたちがすごくお気に入りです。最後このベッカのミスト、メイクが完成しました。まだねちょっと質問返しきれてないのあるんだけど、何個か返そうかな。みゆさん大好きです。ありがとうございます。自己肯定感の保ち方を教えてほしいです。自己肯定感の保ち方ってすごく難しいなっていう風に思っていて、誰でもこう波が絶対にあるから、この落ちてる時はそういう時期なんだなっていう風にいつも思うようにしていて、どんなにすごい人でもこういう時期は絶対あるんだなっていう風に思うし、自分のことをどれだけ好きな自分に自分がなれるかだと思うので、やっぱり自分が好きなこと、自分が満たされることを自分でしてあげなきゃいけないし、人に何かを求めちゃダメだし、やっぱり自分で自分をコントロールしていかなきゃいけないから、やっぱね YouTube とかやってて思うけど、みんなもね SNS ってきっとインスタでこれ質問してくれたっていうことはインスタがあると思うんだけど、比べちゃうじゃん。比べる対象っていくらでもあるじゃん。だからやっぱり比べないことって一番大事だし、自分のペースがあるし、自分は自分じゃん。だから本当に人と比べないことと、過去にとらわれないこと。 YouTube で例えると、この動画前に全然再生されなかったからもうこういう動画は作らないって、それ過去の話だから、過去に何か失敗をしたから今現在もまたそれをやろうとしたら失敗するとか、そういうのってやっぱ違うから、今なんだよね。でも前からやってたな、ちっちゃい頃からやってたなって思うのは、保ち方っていうか多分もう自然にやってたことなんだけど、鏡見て自分のことめっちゃ可愛いって言うし、可愛い服着たらいいねみたいな、自分に自分でめっちゃ褒めてるし、でも言葉に出して自分を褒めるとか、そういうことってやっぱすごい大事みたいで、自分って運がいいっていう風に思って生きてきたし、言葉に出すっていうことはすごく大事かなって思います。その自分が幸せであるっていうこととかを。体のためによく買う野菜は何ですか？体のために、なんだろうな、キウイめっちゃ食べる、野菜めっちゃ食べる、味噌汁とか納豆とか基本毎日食べてる。野菜って言ってたのになんか全然違うこと言ってたね。野菜なんだろう。でもその時の旬の野菜はめっちゃ取るし、今だったら鍋に何でも入れても鍋めっちゃ食べまくってるし、そんな感じ。こんにちは。みゆさんはそこまで仲良くない人が自分の子供にチューしてくるのは許せますか？許せないっていうか気持ち悪いよね。普通に嫌だと思う。嫌だけど言いにくいね。仲良くないからこそ言いにくい気がする。どうするんだろう。みゆちゃんの長い動画が好きです。ノーカットで1時間ぐらいのゲットレディミスミーとか見たいです。それはね絶対に話すことなさすぎて絶対に暇なビデオになると思う。みんなが暇なビデオになると思う。今回のビデオ結構長かったんじゃないかな。どうだろう、結構話してた気がする。他にもまだあったんだけど、またこういう機会を作れたらなと思います。でとりあえず着替えたりするので、この新しい靴を履いていきたくて、ビバイアっていうお店の
ここにも書いてあるんだけど、ペットボトルをリサイクルしたもので作られた靴になります。でこのパッケージとかも 90% リサイクルされたもので作られてるんだけど、ペットボトルで作ったとは思えなくない？シンプルなデザインで絶対使いやすいなと思ったのと、ヒールがね高すぎないのもすごくタイプで、真っ黒とあとこのブルーを注文しました。めっちゃ可愛いのこれ。履いてみるとこんな感じになります。すごく綺麗なデザインで、ちょっとバレエシューズっぽいんだけど、横から見るとしっかりヒールがあるので女性らしさもあって、このね足首の部分が特に V カットになっていてすごく綺麗に見える。これを履いていきます。このブルーじゃなくて黒いタートルネックに変えようかな。ちょっと合わない。この靴海外製のものにはなるんだけど、一応日本語サイトで買えるので、ぜひ気になった方概要欄の方からチェックしてみてください。ホームページを見てもらった方がブランドがどういう取り組みをしているのかっていうのも分かると思います。こっちのねブルーもすっごい綺麗な色でめっちゃ可愛い。じゃあとりあえずね美容院行ってきます。また帰ってきたらビデオ撮ります。バイバイ。帰ってきました。じゃじゃーん。髪の毛が黒くなりました。黒髪に戻しました。でも黒染めしたんじゃなくて、限界までカラーで入れてもらったので、まあいつでもまた染められる状態にはしてもらって、光とかに当たったら茶色いっていう感じにしたんだけど、久しぶりの黒髪めっちゃ顔がねきつと思って、自分の顔めっちゃきつって。で今からみーちゃんのねあの習い事もあるので、ちょっとバタバタしてたんだけど、もうちょっと時間あるので、ここに置いてあるこのまたボックスね、じゃじゃーん。ルックファンタスティックとエリザベスアーデンがコラボしたアドベントカレンダーではないの、これクリスマスのボックス。これがクレンザーでしょ。で2段目にはこういうブースターが入ってたり、めっちゃ映っちゃうんだけど、このねキラキラが。あとねこれカプチュールセラムだね、こういうお試しサイズで試せるような、じゃん、ピンクと白どっちも入ってて、でこれも美容液かな、このお試しサイズで入ってたり、また下には大きめの8アワークリームリッププロテクターっていうのが入ってたり、これも結構大きめの8アワークリームっていうこの8のシリーズが入ってたり、すごい贅沢なボックスなんだけど、このボックスがルックファンタスティックジャパンのアカウントだとないものになっちゃうので、 UK のサイトだとこれが売ってます。で UK のサイトは完全に英語サイトになっちゃうので、日本語のサイトの方でアカウント登録しちゃえば UK のサイトでも買えるようになるので、結構ねそうするともっとね種類が増えてたくさんものもあったりするので、そういう買い方もありだと思います。ぜひ気になった方見てみてください。でね、ルックファンタスティックで資生堂のビューティーボックスも出てて、世界で300?3000? どっちだっけ、なんか限定で出ててめっちゃ欲しいの。それもねすごく買うか迷ってるんだけど、まあ、とりあえずスキンケア、これクリスマスに使おうかなって思ってるんだけど、絶対ねこういうボックスお得だと思うの。そんな感じでとりあえず黒髪に今回はしてきました。よいしょ。じゃあそんな感じで今回は、美容院ゲットレディビズミーにプラスしてちょっとおしゃべりもしながら動画を作ってみました。いいって思ってくれた方はグッドボタンお願いします。じゃあ今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったなって思ってくれたらグッドボタンと、あとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。 When you're young, you don't think aboutGood things have a bad side. You spend your time waiting around for the fall, not the goodbye.